はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、もう随分と秋になってきまして、秋でテンションが上がってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりこの時期ってお買い物をすごいしたくなると思うんですよ。私が秋好きだから、なんかちょっと秋をひいきしてる感じにはなっちゃうかもしれないんですけど、でもやっぱり秋服って可愛いじゃないですか。やっぱみんな結構好きなのかなっていう風に思うので、今回はそんな私が最近買ったもので、本当に買ってよかったなっていう、ゲットしてよかったなっていうものを5つ紹介していきたいと思います。今回ファッション系のものになるんですけれども、いろんなアイテムがあるのでぜひ参考にしてくれたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー、ということで早速紹介していきたいと思います。まず1つ目がですね、じゃじゃーん、こちらでございます。ライダースのベストをゲットしました。これは私ザラで購入したやつで、ちなみにメンズアイテムなんですよ。だから結構オーバーサイズです。でもこういうライダースのベストってジャストなものも可愛いとは思うんですけど、私はオーバーサイズの方が使いやすいのかなってっていう風に思ってて、基本的に私アウターは割とオーバーサイズ派かな。ジャケットとか長袖のライダースとかも、あとコートとかも割とオーバーサイズなものが好きで、最近のトレンド的にもちょっとこうメンズっぽいアイテムっていうか、なんか肩パッドが入ってるジャケットだったりとか、割とそういったアイテムが海外でも着てる方多いと思うんですけど、そうなので私的にはアウターは結構オーバーサイズなものが好きで、ちなみにこれはね SM サイズ、一番ちっちゃいやつなんですけど、それでもすごいオーバーサイズです。で、私まだねちょっと着れてないんですよ、これ。ちょっとまだライダース暑いかなと思って、最近やっと涼しくなってきたので、もうそろそろ着ようかなと思ってるんですけど、このライダースのジャケットの合わせ方的には、私がしたいのはやっぱりこうオーバーサイズのアウターになっているので、中はちょっとこうミニなボトムを履いたりとかして、でブーツ履いたりとか、逆にすごいオーバーサイズなフーディーとかを合わせて、その上から重ねたりとか、シャツの上から重ねても可愛いだろうし、ワンピの上から重ねても可愛いだろうし、あえてゆるっとしたものを合わせてあげて、なんかこうズルズル着るような感じで着ても可愛いかなって思ってます。ちょっとまだ着れてはいないんですけれども、これは多分大活躍するだろうなと思って買ってよかったアイテムに入れました。こういったアウターでもベストのアイテムって温度調節もしやすかったりとか、そこまでこう暑すぎないから、この秋にはめちゃくちゃぴったりだなって思います。私はザラのものをゲットしたんですけど、他でも結構いろんなところからベストのライダース出てると思うので、ぜひチェックしてみてください。私はコーディネートこれからね、いろいろ組めたらいいなと思ってるので、またインスタとか YouTube とかもルックブックとかでも出せればなとは思っております。続きまして2つ目のアイテムが、じゃん、今着ているこちらのジャケットでございます。これがですね、アベンマのものになります。これ私すごい気に入っていて、秋と言ったらジャケットなんですよ、私の中では。ジャケットって本当に可愛くないですか。なんかなんて言うんだろうな、かっちり感も出るんだけど、でもいろんなアイテムと合わせやすいから、すごい私は乱用しちゃうんですよ、ジャケットを。で、去年も一昨年もかな、結構ジャケット着たと思うんですけど、今季もジャケットはたくさん着ると思います海外系のファッションが好きなので、海外系のファッション興味あるっていう方はジャケットはマストアイテムだと思うので、その中でも割とタイトなものじゃなくって、結構オーバーサイズのものを選んであげるとこなれ感も出て可愛いと思います。で、このジャケットはオーバーサイズではあるんですけど、でもそんなに大きすぎないので、着られてる感が少ないっていうか、綺麗めにも着れるし、カジュアルでも着れるぐらいのサイズ感になってます。で、あとはこの柄、チェックの色合いがすごく絶妙な感じで、なんか地の色がちょっとイエローカーキっぽい感じの色になってて、すごい珍しい感じの色なんですけど、このラインとかでブルーが入ったりとかしてて、そのおかげでデニムとかともすごく相性がいいし、今下もブラックのスカートを履いてるんですけど、こんな感じでシンプルなコーデネも1個付け加えることで結構インパクトが出て、とっても可愛いです。一見ちょっと合わせづらそうな感じのアイテムに見えるかなと思うんですけど、意外と何でも合っちゃうので、最近では一番着てるアウターかな。ミニのボトムと合わせた時も本当に絶妙な丈感になっているので、私はねジャケットはやっぱりスウェットと合わせたりとか、ニットと合わせても可愛いし、デニムパンツとかと合わせても可愛いし、ちょっと大人っぽくいきたいなっていう時はワンピとか合わせても可愛いと思います。このジャケットは結構いろんな系統の方が使いやすいアイテムだと思うので、ぜひチェックしてみてください。やっぱこういうジャケットとかってさっと羽織れたりするから、温度調節もしやすいし、秋にぴったりなアイテムです。多分今年もね、いろいろと新入りちゃんが増えると思います、ジャケットは。では続きまして3つ目が、じゃじゃん、
ちらでございます。こちらのカーゴパンツでございます。これはブラックアップっていう通販のお洋服なんですけれども、このカーゴパンツがすごく可愛くて、色合いも私は気に入ってます。ライトグレーっぽい色合いが、なんだろう、ホワイトとかだとちょっと合わせづらかったりとかハードルが高いっていう方もいると思うんですけど、ライトグレーなので結構馴染みやすいんだけど、でもこう暗くならない、コーディネートが暗くならないのでコーディネートに幅が出ると思います。やっぱりボトムって割と濃い色の方が調整しやすいと思うんですよ、私的に。明るい色って割と膨張して見えちゃったりとかすると思うから、ちょっと調整しづらいっていう方もいるかなと思うんですけど、こんな感じでグレーのニュアンスが少し入っていることでしっかりと明るく見せてくれつつ合わせやすいパンツだなって思ってます。なのでこれもね、私結構いろんなものに合わせちゃってますね。でシューズもすごい合わせやすくて、結構何色でも合う気がする、万能に使えるアイテムだなって思ってます。このカーゴパンツ結構ゆったりと作られているので、ゆるーくラフに履けてすごく今っぽい印象になるし、ウエストもゴムになっているからすごい履きやすいのと、あとソスソスあと裾もドロストができるようになっているので、全部広げてちょっとこうフレアというかワイドかな感じで着ることもできるし、これをキュッとやってあげて絞ってあげて履くこともできます。やっぱこのナイロン素材がすごくいい感じに、なんていうでしょう、昔っぽくて逆に今っぽいっていう感じがあってすごく好きです。チノパンみたいな素材のカーゴパンツも可愛いと思うんですけど、私的にはちょっとこういうシャカシャカとした素材のものの方がなんかこうミリタリー感が強すぎなくて使いやすいのかなっていう風にも思います。このパンツすごい細かいところでいくと、この途中のところがこんな感じでタックが入っていて、他はシンプルなデザインなんですけど、ここにタックが入っていることですごくおしゃ見えします。なんかこうなんて言うんでしょうか、シルエットがズドーンって感じじゃなくて、ちょっとこうキュッとなってふわってなるっていうか、そんなのですごくこれは気に入ってるパンツです。おしゃ見えするアイテムだなって私は思ってます。あ、私5個って言ったけど6個あったかも6個ありました、今気づいた。はい、ということでじゃああと3つですね、今半分あったのであと3つでございます。続きまして4つ目がじゃじゃん、こちらでございます。おシャネルさんのミニクラッチだっけです。これがね、もう本当に可愛くて、自分のご褒美的な感じで買ったものなので、それはお気に入りでしょっていうのはあると思うんですけど、結構アクセサリー感覚で私は使うことが多いかな。やっぱり荷物はそこまで入らないので、これだけ持つときは私はカードとリップとあと目薬と櫛と鏡も入れたかな、そのぐらいかな。あと現金もちょっと入れたりとかして行ってます。まあなのでバッグっていう感じじゃなくて、コーデのアクセント、ワンポイントアクセサリーみたいな感じで私は使ってます。前に Vlog でもね紹介したと思うんですけど、これはすごいいろんな使い方ができて、ボールチェーンになってまして、シャネルのロゴのやつをキュッと押すと長さがね調節できるんですよ。長さがちょっと待ってください、長さがね、あれ、長さがこうキュッと、あれなんか引っかかる、なんでた？向きか。あったあった。長さが調節できて、結構短くするとクラッチバッグっぽいような感じで、ハンドバッグみたいな感じでピュッと持ったりもできるし、ちょっとこれを伸ばしてあげて肩からこういう風にかけてあげることもできるし、あとはこれを全部伸ばしてあげると斜めがけショルダーみたいな感じでも使うことができます。まあそんなに長くはないのでちょっと上目にはくるんですけど、ミニはこのぐらいが可愛いかなって私は思ってて、あとはこれね、実はベルトにもなるんですよ。これ外すことができるので、これをこうやって通してあげて、でまたチェーンを絞ってあげて、ジャケットの上からこんな感じでつけてあげても可愛いし、こういったボトムにこんな感じでつけてあげても可愛くて、こちらも最近大愛用しております。めちゃくちゃ可愛い。でもやっぱ私はすごい憧れのものだったので、これがだからなんかやっぱ持ってるだけでもすごくテンションが上がりますね。でもこれは秋のおすすめというよりは年中使えるアイテムだと思いますので、秋だからっていう感じではないんですけど、とってもお気に入りのものなので、こちらもちょっと紹介させていただきました。ずっと欲しかったアイテムでずっと悩んでたんですけど、でも悩んでる時間がもったいないなと思って、だったらちょっと早めに手に入れて長く使いたいなと思ったのでゲットしたんですが、これはもうゲットできてめちゃくちゃ良かったです。続きまして5つ目がデデン、こちらでございます。こちらのマウンテンブーツというんですかね、こういうのはです。これはイエローの
シューズなんですけれども、私イエローのシューズ結構たくさん持ってるんですが、やっぱり他にはないデザインだったりとか、すごくこう目を引くようなシューズが多くてすごい可愛いんですよ。空張りもたくさんあっていつもね悩んじゃうんですけれども、この前イエローの秋冬のね新作のシューズをフィッティングしに行かせていただいて、そこでゲットしたアイテムでございます。機能性というかすごく良くて、何から話そうって感じなんですけど、まあ、まずこのフォルムですかね。このブラウンのレザーに赤の紐っていう、これはね3色ぐらいあって、ブラックともうちょっと濃いブラウンとこのキャメルっぽい感じのブラウンがあったんですけど、どれにしようか本当に迷っちゃうぐらい全部可愛かったんですが、私はこの色合いにすごく惹かれてこちらのシューズをゲットいたしました。レースアップのところもこんな感じで金具がバーってついてたりとかして、これもすごくインパクトが出て可愛いですよね。で後ろにはこのイエローの Y のロゴのプレートと、あとこっち側に何の足跡だろう、これ体重の足跡みたいなのがあります。これね想像以上に多分軽いと思う。私も最初これ持った時びっくりしました。軽くてこんなに軽いんだと思って、どんだけでも歩けそうな感じで、そこもいいなって思ったのと、あとこの紐なんですけど、これねもう1色ついてきたんですよ。2色もともとついてて、もう1色が何色だと思いますかもう1色がじゃん、ブラックです。もう一色はねすごい無難に使いやすいブラックっていう、ブラックもね可愛いですよね。絶対私まだこの赤が気に入りすぎちゃって赤の方でしか履いてないんですけど、絶対ブラックでも可愛い、より使いやすくなると思います。レザーもすごく柔らかくて私はそこも気に入ってます。やっぱりこういうブーツとかってなんか履き慣れるまでに時間がかかったりとか、やっぱ硬いと靴ずれとかもねしちゃうと思うんですけど、これはもう最初からとっても柔らかいレザーの素材なので、そこもとっても気に入ってます。で、あと極めつけなんですけれども、こちらですね、なんとじゃん、インソールがついております。素晴らしい、本当に一見わかんないじゃないですか、普通にだってね、このインソールが入ってるなんて思わないじゃないですか。で、このインソールも取り外しはもちろんできるので、日によって変えたりとかしてもいいと思います。だからこれは結構男性にもおすすめですね。イエローは何センチまであったかな、6とかだっけな。足が結構大きめな男性の方は難しいかもですけど、シークレットブーツみたいな感じで身長も漏れちゃうのでおすすめですやっぱ履いてるとね毎回毎回褒められます。この靴かわいいねってめちゃくちゃ褒められるブーツなので、これもゲットしてよかったなんて。では続いてでラストでございます。ラストのアイテムがじゃじゃーん、こちらです。ムートンブーツをゲットいたしました。ついにもうムートンブーツ私ずっと欲しくて、去年からもう買おうか買おうまいか永遠に悩んでまして、で結局去年はゲットしなかったんですけど、これはですね、あのベラハリットがこのブーツを履いてたんです。白ソックス合わせて結構短めのもうブルマみたいなパンツをベラを合わせたんですけど、白ソックスとの合わせがめちゃくちゃ可愛くて一目惚れで速攻で私も同じものを頼んじゃいました。ムートンブーツってめっちゃ懐かしくないですか。私も小学生ぐらいの時に超履いてたまあアグはねそんなお高いので履けなかったんですけど、似たようなムートンブーツいっぱい出てたのでお母さんに買ってもらって履いてました。超懐かしい。もう冬はムートンブーツしか履いてなかったんじゃないかレベルで、いろんなお洋服に合わせまくってましたね。でまたムートンのブームというか時代が来ましたね。完全にやっぱこっちのカラーが定番で可愛いかなと思って、でやっぱ秋っぽいし、この中のねボアとの配色もすごく可愛いのでこちらにいたしました。でこれ見てもらうと分かると思うんですけど、こんな感じで厚底になってるんですよ。この丈長さはめちゃくちゃ短いショートなものになっていまして、この形ってあんまり私見たことなくて、確か今季ニューって書いてあったかな、新作すごい気に入ってます。サイズ感とか歩きやすさとかの質問も来てたんですけど、サイズ感は私はいつも通りのサイズ感で購入しました。でぴったりでした。 25cm なんですけど、いつも 25cm を買ってぴったりでした。歩きやすさは、まあ、厚底なのでたまにこうグネっていっちゃうかなっていう時はあるとは思うんですけど、でもそんなグラ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 するみたいなことはなかったので、厚底履き慣れてる方だったら全然歩きやすいと思います。このシューズもね私めちゃくちゃ乱用してる最近、履きすぎ本当にムートも何でも合っちゃうから、デニムでも合うし、ミニのボトムとかと合わせて、それこそ白ソックス履いてたりとかでも可愛いし、何でも合っちゃう。スウェットでも合うだろうし、さっきのこのカーゴパンツともめちゃくちゃ合いますしね。マジでこれ買ってよかったですね。秋冬大活躍間違いなしだと思います。
でもやっぱこの中のボアがしぼみやすいですよね、こういうシューズって。なんか最初のふわふわ感がずっと続けばいいのになと思うんですけど、そこは自分の手入れ次第っていう感じではあると思うんですが、あとやっぱ毛玉というかもうつきやすかったりするので、ちょっとそこだけがムートンブーツの短所かなとは思いますが、でも可愛いので良しです。はい、ということで以上6点がゲットしてよかったなっていうアイテムたちでございます。まあ他にももちろんゲットしてよかったなっていうアイテムはあるんですけれども、この中でも特にっていうものを今回6個に絞って紹介しました。すでにもうめちゃくちゃ愛用してるやつもあれば、これから愛用するだろうなっていうアイテムもあったと思うんですけれども、参考になれば嬉しいなと思います。みんなのこの秋のお気に入りアイテムとかもぜひ教えてほしいな、このアイテム超可愛いよみたいなのがあったらぜひシェアしてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。